同じ声の声の優さんんで聞こええるるわけだだから一卒に使えるもんだというう前提ででつついいい考えちゃうんですいきなり吹き出しのカタカナが頭の中に来てなんだこれは誰ぞれの考えなのかテレパシーなのかっていうセリフがあるのでちょっと違うもんっていうのがわかる考えてることと思ってることと思ってないことですね頭の底の考えみたいなものが同時に相手に押し寄せてきて結局何言ってるのかよくわかんない SF ファンと SF 漫画のファンとあと SF アニメのファンとでやっぱ。 こういう超能力に対しての解釈違うんですね。で、SF アニメのファンっていうのは、誰かが考えていることが同じ声の声優さんで聞こえるわけだから、テレパシーというものが本当に意思疎通に割と使えるもんだという前提でついつい考えちゃうんですよ。で、SF 漫画の場合は、その人が考えていることが他人に伝わるときにカタカナに置き換わったりするんですね。それをしてはいけないとか、やめてお兄ちゃんとか、いきなり吹き出しのカタカナが頭の中に来て、なんだあこれは誰ぞれの考えなのか、 テレパシーなのかっていうセリフがあるので、ちょっと違うもんっていうのがわかると。つまり、同じ声優さんが発声しているアニメのテレパシーの表現の仕方と、セリフの中でもですね、全部カタカナになっているので、ちょっと違うかもしれない。これが SF 小説になるとどういうふうになるのかっていうと、テレパシーがそのまんまの形で出てくる SF 小説ってほとんどないんですよ。ライトノベルなんかを除いて。20世紀の中盤ぐらいからテレパシーっていうものがですね、SF 小説の中で現れたんですけども、 やっぱりあの、みんな扱い方気をつけてて万能兵器にならないようにしてるんですね。だから、宇宙人がテレパシー持ってたとしても、彼らは宇宙人語で考えてるんですよ。人間の頭の中で、それがですね、翻訳されないんですね。 なので、結局は同じことだと。声に出すかテレパシーかの違いであって、人類も声に出してたらですね、相手が声に出してるからといって、英語だとかドイツ語だとかイタリア語だとかラテン語だったら分かんないじゃないですか。それと同じように、結局宇宙語を理解しないと、相手がテレパシー使っても何言ってるのか分かんないし、人間が何を言ってもですね、テレパシーを使えたとしても分かんないと。 おまけに同じ人間同士で同じ言語関係であっても、例えばお互いが日本語同士で喋っている同士であっても、テレパシーでそんなストレートに意味が伝わらないと。なんでかというと僕らは赤って言ったらですね、同じ色を見ているつもりで、どっからどこまでが赤で、どっからが茶色になるのかって、実は個人の解釈違いますよね。お互いの差っていうのがわからないまま僕らは言葉で表現しているんですけども、テレパシーというのはその言葉に浮かび上がってくる前の考え方も、 込みで伝わってしまうのでですね。その相手にテレパシーで伝わるときに、考えてることと思ってることと思ってないことですね。頭の底の考えみたいなものが同時に相手に押し寄せてきて、結局何言ってるのかよくわかんないと。と騒音の中で相手の言ってることがよくわかんないような状態っていうのが SF 小説ではよく表現されたりするんでですね。宇宙人にならテレパシー使えよっていう。わかるんですけども、 SF 小説読みとしては、そんな簡単なわけにはいかないんだよね <laughs> っていうふうにこうついつい思っちゃう。そこら辺のコミュニケーションの本質的な難しさっていうのを書いた作品だから、あメッセージちょっと SF 映画としては素晴らしいなというふうに僕は考えてみました。